8月2日は、グレゴリオ歴で年始から214日目にあたり、年末までは、あと151日ある。館内の戦い、カルタゴ軍が、共和制ローマ軍を、包囲殲滅。右画像は戦死したローマ騎手の指輪を数える、ハンニバル像ナポレオン・ボナパルトが憲法を改定して、自らを終身統領と規定、小田みきを、日本人初のオリンピック金メダルを三段跳べで、 獲得。右画像の国立霞ヶ丘競技場陸上競技場のポールは、この時の記録15メートル21センチメートルの高さの小田ポールカールデービッド・アンダーソン陽電子を発見。右画像はアンダーソンによる世界初の非電子の画像ドイツ大統領パウル・フォン・ヒンデンブルクボツ、アドルフ・ヒトラーが相当となる。左画像は1933年5月のもの。 右は10月2日の葬儀、レオシラード・アインシュタイン・シラードの手紙、アルベルト・アインシュタイン・レオシラード、アルベルト・アインシュタインの署名を借り、フランクリン・ルーズベルトへ核兵器開発を促す書簡を送る。トレブリンカ強制収容所で反乱、脱走が発生。これを受け道収容所は廃止となる。画像は跡地の記念碑。一つ一つの石は、 死者ではなく、町を象徴しているテニアンの戦い終結3日夜明け、前に終結トンキンワン事件北タベトナム軍の小海艇が、アメリカ海軍の駆逐艦に2発の魚雷を発射ボローニャ駅爆破テロ事件。イタリアでは8月2日は、すべてのテロ犠牲者のための記念日となっているイラクが、クウェートに侵攻、湾岸戦争勃発エールフランス358便事故画像は、2004年、 シャルルド・ゴール空港にて撮影した、自己記憶ルレアンコ・フィリップ2世誕生。ルイ15世の摂政を務めた彫刻家、フレデリク・バルトルディ誕生。右画像は代表作、自由の女神像ギリシャをコンスタンティノ・ス一世、誕生日本画家、ハヤミ・ギョシュー誕生。右画像は、炎、マイ・イスラエルの政治家、シモン・ペレス作家、ジェームズ・ボールドウィン誕生。 バスク系ジリジンの小説家、イサベル・アジェンデル・オーマ教皇・ステファヌス一世、ボツイングランド王・ウィリアム二世、ボツフランス王・アンリ三世、暗殺武将、加藤清正ボツ武将、筒井純将ボツ、画家トマス・ゲインズ・バラボツ。左画像は、自画像、右は、アンドルーズ・フサイゾエジプトを近代化した、オスマン帝国総督、ムハンマド・アリーボツ。右は、 ムハンマド・アリー・モスクテノール歌手、エンリコ・カルー・ソー・ボツ。オテロより、遠い大理石の空に誓うの歌唱を聴く、作曲家、ピエトロ・マスカーニ・ボツ。カバレリアル・スティカーナより、感想曲を聴く電話機の特許取得者、アレクサンダー・グラハム・ベル・ボツ。第29代アメリカ合衆国大統領、ウォレン・ジハーディング作家、ウィリアム・エス・バローズ・ボツ。マケドニア共和国の革命記念日。 左画像は1903年のベムロの革命家たち。右はモニュメント博多人形の日ハーブの日。画像はタイムなどのハーブハープの日。画像は現代のコンサートハープの基本的な構成要素と用語ビーズの日。画像はビーズクロッシェのネックレス青森ねぶたの初日。ありがとうございます。